はい、ナオズです。今回紹介するのはレゴシティの鶏小屋60344です。袋は3つでパーツは101個、そして説明書が1冊入ってました。それでは組み立てていきます。はい、完成です。ミニフィグはこの1体だけになってます。上半身パーツ60345、それから60346にもついてた新パーツになってますね。で、顔パーツですけど、笑顔はね、可愛らしいですよね。この顔ともう一つこんな感じの顔がついてます。表情はね、いいと思うんですけど、どうでしょうね、鶏小屋のセットではちょっとね、使いづらいのかなと思っちゃいましたね。あとバギーに乗る時用のヘルメット姿ね、することもできるようになってます。この赤いヘルメットなんかね、すごく似合ってますよね。次にバギー見ていきましょう。設定ではオフロード車となってましたけど、まあよくねバギーと言ってますんで、バギーにしておこうかなと思います。デザインはかっこいいですよね。あのオーソドックスなタイプではあるんですけど、フロントライトがついててテールランプもあるんですよね。でサイドにはステップもついてるんで、まあオーソドックスながら、結構ねこだわった感じのバギーになってるんじゃないかなと思います。カラーリングもいい感じですよね。でこの車両、タイヤの軸を前後ともこうやってね上下に動かすことができるようになってます。ということで、こんな感じのグニグニグニっとした動きをさせることができます。なかなか面白い動きしますよね。これ前からありましたけど、こちら側に傾けた状態で進ませればこっちに曲がっていきますし、反対側に傾ければね、反対側に曲がっていくということで、カーブをねすごくスムーズにさせやすい車両になってます。これはね遊びやすいですよね。で後ろには箱がついてます。デフォルトでは特に何も入ってないんですけど、例えば鶏小屋の中にいるこのね鶏をこんな感じで入れてもいいと思いますし、他にはこんな感じのね、卵が入ったトレイがついてますんで、この中の卵だけをこうやって入れて運んでもいいんじゃないかなと思いますね。ちなみにこの木箱ですけど、簡単に外せます。で、下にはポッチがついてますんで、さっきのトレーごとここにね、こうやって取り付けてもいいのかなと思いました。そして鶏小屋ですね。なかなかね、おしゃれというか、デザイン的にもいいんじゃないかなと思います。ただサイズ的にはそんなに大きくないですし、こんな感じで鶏は2羽しか中にいませんので、まあ養鶏というよりもどちらかというとこうね、自分の家で食べる卵を、産ませてるという感じかなと思います。で正面にスロープみたいなのがありますよね。この窓から出てくる鶏のためのものだと思います。でこの窓なんですけど、これがね開けにくいです。この後ろの方から押してあげる必要があるので、これちょっと遊びにくいですよね。なのでまあ手持ちでね何かパーツがあれば、この辺りにつけてもいいのかなと思います。予備パーツであればこんな感じになりますね。こうしてあげればこうやってね簡単に正面から開けられますんで、これはねやってみてほしいなと思います。で、鶏がこの窓から外にトトトトとね、遊びに行くという感じかなと思います。で、この鶏なんですけど、実はね、結構貴重な存在なんですよね。このセット以外では、フレンズの1セットにしか付いてない鶏になりますんで、それが2羽も付いてますんで、これはね、なかなかいいのが付いてるんじゃないかなと思います。で、鶏がいるところの下のこのスペースに、さっきのこれです。このトレーを、こうやって、置けるようになってるんですね。で、鶏が卵を産んだら、こうやってね、下のトレイに、卵が落ちるような仕様になってます。あとは、ここから引き出せば、卵をね、簡単に取れるということで、まあ、なかなかよくできてますよね。あと、このセット、鶏小屋というセットなんですが、レゴで鶏小屋というと、このセットをね、イメージされる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。レゴマインクラフト21140の鶏小屋ですね。まあ、シティとね、マインクラフトでだいぶ雰囲気は違ってますけど、ただ、これね、一緒に遊んでもいいんじゃないかなと思います。特に違和感、あんまりね、感じないんじゃないかなと思うんですよね。こっちには鶏3羽、こっちはね、鶏2羽ということで、種類もね、ちょっと違ってますけど、
ただ一緒に遊んでもね、面白いんじゃないかなと思いますんで、まあ、すでにねこっちの鶏小屋をお持ちの方はぜひ、試してみてください。もちろん他のセットからも鶏持ってきてもいいんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。貴重なパーツもついてますし、小さいながらしっかり遊べるセットになってるんじゃないかなと思います。シティの他の農場系のセットと遊んでもいいと思いますし、レゴマインクラフト系のセットと遊んでもいいんじゃないかなと思いました。このセットのパーツ数は101個です。以上、レゴシティの鶏小屋60344を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナウズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。